えー、大学生で声優を目指しており、狭き門と少知のを落としています。学士でエンジニアになる道を保険に目指すのは戦略的に問題ありますか全くありません。まず、えっと、あの、役者と、あの、声優は基本的には食えません。毎週のレギュラーの番組があったとしても、一回現場行って2万円もらえないぐらいなんですよね、確か。 新人さんって基本的にはもう一番下のランクから始まっちゃうので、やっぱり1万円からスタートなんですよ。そのレギュラー持ってる人でさえね。で、じゃあレギュラーも持ってない単発の人っていうのって、単発で出ましたって言ってもその2万円もらいましたみたいなので、あとどうやってクラス持ってとバイトになるんですよ。でも、20年活動すると60回あるわけじゃないですか。長く役者だったり、その声優の生活をしてる人の方がチャンスが多いんですよ。でも、声優って食えないんですよ。役者も食えないんですよ。30過ぎるとライバル減るんですよ。 なので、30以降でも続けられるための、その、金銭的な余裕っていうのが、親が金持ちとかがあると、割と続けられるので、結果として、チャンスをうまく活かせる可能性があるんですよ、ねで。もしそのエンジニアとして、ちゃんとあの、活動できるのであれば、エンジニアとして仕事をしつつ、じゃあその、声優のチャンスがあったら、声優を仕事をしていくっていう形で、長期的な人生のその、チャンスを拾っていくっていう形にした方がいいんじゃないでしょうか。どういう人が売れるのかっていうので、めちゃくちゃ才能のある人が、突然ストレートにすぐ売れるパターン。 あの林原。 めぐみさん新英雄伝渡るの卑弥呼の役。あの、灰原さんの役とかやってますよね。あの、コナンで行くと。無名な頃から突然こう、売れて、その後ずっと売れてるっていう感じの人だと思うんですけど。で、あの人みたいなタイプの人は、ほぼほぼいないんですよ。人気声優と言われる人が、じゃあなぜ儲かってるかっていうと、今その人気声優の人って、アニメじゃないんですよ、儲かってるのが。歌歌ったりとか、人気声優グループっていう形で音楽を出したり、イベントだったり、じゃあその YouTube とかニコ生とかの番組 出ててててそそののタレントとししギャラををもらってそれでで収入を増やしてるんですよ声優としての仕事で食ってるわけじゃなくて、声優業で有名になって、で、そのタレントとしてギャラをもらうっていう形になってるので、声優単体で食うってかなり難しいんですよね。タレントとして食うためにどうすればいいかっていうと、事務所の推しで決まったりするわけですよ。事務所の中で、じゃあこの子を推しにしようとかっていうのって、もうあんまり実力で決まんないんですよね。声優業界だけ、未だに枕の話を聞 聞くんですよ直接見たことはないんですよ。本人の実力ではなくてそこのキャスティングをする能力のある人に好かれるかどうかっていうのが本当に仕事に直結するんですよ。キャスティングの人にその好かれない限りほぼほぼ売れることはないんですよ。残念ながら。 声のおかげでそのアニメが売れたっていうレベルになる人って本当に少ないし、それ大御所なんで、じゃあテレビタレントとかで、じゃあなんか若手でちょっと面白いねみたいな人って、すぐにポーンと売れちゃったりするじゃないですか。例えばじゃあ、フワちゃんみたいな人って。で、あの人、じゃあフワちゃんが枕したかって多分してなくて、あの、単純にあ、面白いキャラの人いたじゃんっていうので、じゃあその発注が来てテレビに出るようになるみたいな感じなんですけど、この人面白いねっていう風に見られる、 場所が少ないんですよね、声優って。結局声優ってじゃあどんな仕事っていうと、言われたセリフを読む仕事なんで、オリジナリティとか、その本人のキャラクターって、あの、出すところほとんどないんですよ。だってそれ出しちゃダメじゃん。声優って何かを演じる仕事なんだから。なので、なかなかきついよね、っていう話でした。